端にしてかつ繊細、その上パワーは強烈。発表し揃った絹釣りを楽しめるのが巨絹の宝庫対馬。絹釣りファンなら誰しも一度は手にしてみたい50センチオーバーの絹。夢が叶う最も最短距離にあるのが広大なスケールを持つ対馬。80センチを超えるビッグママには巡り合わなかったものの、信じられないステージで疑いたくなるようなシーンの連発。50センチオーバーに巻いた今回の兆候、しかしこれは未知なる巨人の宝庫対馬のほんの一握りの実力に過ぎない。位置する対馬、麻生湾を境に本島は上島と下島に二分され、全島すべてが小釣り場といえる広大なスケールを持つ。九州屈指の巨絹宝庫といわれる麻生湾は、岬と入り江が複雑に入れ組んだリアス式の海岸線を形成し、絹の生息に最適な条件を備えている。地方を山で囲まれたロケーションは、ダム湖と錯覚するような雰囲気を漂わせている。初めてこの麻生湾を訪れた釣り人は、こんなところで本当に絹が釣れるのかと疑いたくなるようなポイントが続く。独立磯は少なく、ポイントのほとんどが平坦な地磯。潮の動きは少なく、その上干満の差は1メートル以上。満潮時には釣り座が水没してしまう。近場のフィールドでは見られない一種独特の釣り場を形成する麻生湾。絹の魚影は滅法濃く、また一発大物の可能性は高く、一味違った絹釣りが楽しめるフィールドといえる。オールシーズン絹が狙え、全天候型の釣り場を有するこの麻生湾の特徴をまず見てみよう。代役を買って出てくれたのが対馬釣り研の中村哲彦さん。彼はこの麻生湾の大絹に魅せられ、数年前より対馬に移り住み、渡船まで始めたユニークな釣り人である。対馬の釣り場の特徴を一番分かりやすく説明できる場所なんですよ。でロープが取ってあって、釣り場から足元がもう落ち込みか、もしくは向こうみたいになだらかに落ち込んだところなんですよね。でこういう釣り場で大きい潮の時は全部足場が水没してしまうんですよ。だから下げにこう入ってから前へ前へ出て行って釣る釣り場が多いんですね。そのために地合いというのが満潮から下げに入って3分ちょうど足場が出てきたという頃からですね。それとずっと下げを釣って、今度干潮か再干潮の瞬間と上げになって今の状態7分ぐらいの状態までを釣るというのが一番特徴なんですよ。麻生湾の絹が活気づくのはやはり春先。ゴールデンウィークにピークを迎え、5月の後半から6月が最も大型実績がある。この巨絹宝庫麻生湾に徳島の絹の名手松田実が初アタック。初めて訪れた対馬でどのように巨絹を攻略するのか、その興味深いところを追ってみた。初日小手調べに、午後からの地合いを狙って独立場への三角で竿を出した。イワシやな。
おるな。何この狛犬。え、グレあれ。あ、ええグレがおるわ。グレの保険がおるわ。まあまあのがおるな。まあまあのがおるわ。こんなんがおるわ。仕掛けをセットする前に巻き絵を打ち、魚の動きを読む。餌取りの下に型のいいグレやイシダイの姿も見え、状況は悪くはない。しかし餌取りが多く、チヌだけを狙うとすれば話は別。いや、チヌを狙わないかんねんな。最初から、最初から。あ、しゃあ。難しいやっちゃな。だいたい魚釣りはこのおるやつを釣るんが魚釣りなんだよな。今回の取材目的はあくまでもチヌ。見えるグレを無視し、浮き下与広藩から釣り始める。潮は下げで、左から右へわずかだが流れている。帰る。チヌを釣れやもんな。チヌを釣れや限界なあかん俺。蓋流しで早くも浮きを 2B から 3B へ。餌取りの動きが早く、仕掛けを早くなじませるため、まず浮きを変えた。浮きに当たりは出だしたが、小サバがかなり深いところまで刺し絵を追ってくる。あれ、あれや、あんなんだよ、しゃあなこれ。どこへ掘り込んでもいかんじゃないかこれ。沈みよらんねこれ。小サバが周り一面に群れ、餌取り分離作戦も表ポイントでは全く効果がない。餌持ちの時間をつかむために餌取りの中へ刺し絵を入れてみるが、数秒と持たない。表ポイントを見切り、潮の流れのない下り際を攻めるが、これも効果がない。何してこれをかわすかじゃな。仕掛け、ポイント、釣り方をあらゆる角度から試してみるが、あまりの餌取りの多さに呆然。水温23度、餌取りは広範囲に広がり、その数は半端ではない。思い切って遠投をかけ、仕掛けが馴染んだところで巻き絵の効いているポイントへ引き寄せてみるが、これも効果なし。餌取りが多く、潮の流れもさらし場もないポイントをどのように攻めればいいのか。今までほとんどの釣り場を経験してきた増田さんだが、さすがに打つ手が見当たらない。この状況では深い棚を釣るのは無理と判断し、浅場に狙いを変え、地肩向きの水道を攻め始めた。あのこんなやつはグレやな。あれはこれはグレや。こいつは下におるのがちゃうだれ。あれはチヌじゃ。おる。変なとこでこんなとこで釣りするとは思わなんだな。
言わへんな。水深の浅い地方の水道で竿を絞り込んだのはグレ。チルの姿は確認したが、活性は低く餌を拾おうとはしなかった。1日目、小手調べ程度に竿を出した3時間、麻生湾の巨地ヌ攻略は餌取りの猛攻で退散、松田さんの乾杯で終わった。第1陣ですね、これが、はい、民宿に帰ると、九州の田中長信、それに高園充という対馬長江何十回という大ベテラン2人が応援に駆けつけてくれ、早速明日からの作戦会議が始まった。今の時期やったらもうノブワンの中でしょうね。ノブワン、はい、これはそのどうなのかね、平均的に水深地のこっちとも全然イメージが違う。全然違います、はい、うん、イメージ的には全然ゴロッと変わるですね、うん、こっちは完全なリアス式の感じですね。はは、湖イメージなんでね。いや、湖にしてだから周年、まあ一応牛島が行けるいうことな、いうことなんですけどね。だから本当の湾内の釣り釣りやったらここの方が、これかこの周辺の方が面白いんじゃないかな。特に今からの潮中だおかしいですけど、今日からの潮いうのはこれ中潮から下げに向いての小さい方に向いての潮なんですね、うん、なかなかで、ほんで潮故障になってる、うん、ということはこういうワンドの中の方が潮入るんです、動くんですよ。今日あんだけ走って この距離しかない。そうですね。最初いたん、ね、港があって、ここしかない。中島の一部だけまだこんだけしか走ってない、はい、だからここに入る人はやっぱあれですね、最初からあの荒磯に行った、行き慣れた人は気分をもう完全に入れ替えてこう。そう、ね、絶対にあの完全なもう今まで、ね、そうですね。なんでその大きやすなここら辺でそのやらる、何かこう特徴っていうのがやっぱあるんかね。とか魚見た瞬間に人間の方が負けとですね。そうなんですかね。はい、取れるんかなって先に先入観が入るんですね。それは推定どのぐらいあった？74、5じゃないですか。74、はい、まあそれは明日は2日は1日、はい、こっちからですね見て、はい、で次の日はできたらちょっと大きいの狙いたいんで、やはりこの並びですね、この北向きの並びですね、はい、でここはあの 北に向いてる向いとってですね、今の時期水温が高いんですけど、ね、北向きであることは早くは日陰なんですよ。で歴代 あのやっぱり対馬でみんな大きいのを挙げてるのはこの三方浦中とこからですね、うん、黒瀬の綾中いうのは割と昔からいいところなんですよね。で通常対馬で城山下、城山下というところなんですよね、うん、場所はここもものすごい大きい通るんですけどね、これ、はい、これで出んかったらこっち側に堀江浦、白崎原の横に堀江浦中というんですけども、うんうん、堀江の花、はいはい、これはあの肩はそう大きくないと思うんですけど、うん、55、6から7、8ぐらいですけどね、数が出だしたら出たら数が出るんですけど、うん、数が出る、はい、それとまあ3日目っていうのはどっちかで言えばこう一発、本当の一発狙い、はい、牛島ですね、はい、牛島の浮き瀬、それからこっちの三瀬周辺ですね、烏帽子、この烏帽子側のところですね、はい、なるほどね。でもまあおそらくやっぱり満足するいうのはやっぱこの今の状態であれば伸ぶと思うんですけど、こっちが狙い目、はい、10月になればもうここらが強いんですけどね、うん、あの大口瀬戸を挟んだ両脇が強いと。2日目も好天に恵まれ、風もほとんどない。ダム湖のようなベタナギの海を滑るかのように船は延べ麻生湾の島山島に向かった。福畑花は典型的な麻生湾の釣り場で、波気やさらしは全くない。足元の岩がそのまま海に入り、少し沖で落ち込んでいる。海岸線は多少の変化はあるが、これといったポイントは見当たらない。水深は浅く、およそ10メートルぐらいまでは
緩やかな駆け上がりになっている。沖はかなりちょっと深いんですけどね、この駆け上がりビューとした駆け上がり棚を釣るんで、そう極端に沈まさんでいいとですよね。だからこうふわ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 とこう潮に乗って落ちるような仕掛けが主あの餌が主体になるんですね。潮が阿蘇湾の場合はそんなに潮が走らないからですね、だいたいオキアミ一回その3時間ぐらいでオキアミ一角の3キロですね、はい、3時間で、はい、オキアミ3キロ1枚とそれから今のこのハイゴエサ2種類ですね、はい、それを3時間ぐらいで打ち込んでしまう。それが結構濁らすという感じがあるんですね、濁る中に入れると、はい、魚をまずポイントを定めるんですね。向こうの岬の花に薪を打つということを設定するんです。先で大体駆け落ちのずっと駆け落ちていって黒く深くなっているところへ薪を打つと。で仕掛けの投入点はこれあれから次の花をめがけて仕掛けを投入する。なぜこの距離を取っとるかというとですね薪への落ちる量を計算してこの薪の投入点から下まででちょうどそこへ効いてるという あくまでも設定をするわけです。それで仕掛けをその仕掛け自身はその今の岬この岬向いてですね入れて薪がこう右へ流れ、今潮が右行ってますからね、右へ流れる落ちたという過程のところへ今度修正というのはこれ持ってくるわけですね。そこらしきところへ、まあ、今さっき基本的な薪は僕が今言うた潮紙に打って潮下へ流すと。で潮がこうあんまり行ったり来たり行ったり来たりするときはもう仕方ないです。浮きにバーンとかぶせてやる。 できる限り、まあ、黒とグレーと似てるのはやはり薪の帯の中に入れてある方がやっぱり食わしやすいです。それは確かにですね。みんな各自それぞれの人見られたらどこでもいなくてやっぱり出っ放な出っ放なやですね。おそらくこの磯の形状この形状をの続きと思うんです。それで狙うとこはやっぱり皆さん鼻からちょっとかわしたとこかわしたとこやってるんですね。あれが本当なんですよね。潮の対流ができるところに薪もたまるでしょ。だからそれを狙うっていうんですね。揚げ七分、船付きで竿を出していた松田さんの釣り座が水面下に沈み、仕方なくポイント移動。いろいろ仕掛けを変え試してみたが、まだ本来の自分のペースはつかめていないようだ。水温の下がった時の底引っ張りやったんやけど、ほんのおこなんだな。ほんで折り返すよ、ちょうど深いろ。おっつ深いね、これさっきもうどないもしゃあないけん、そこ引っ張ったろうと思って、ね、多分松田さん、こういう釣り場は初めて。初めてやな、ほんまに初めてやなこんなどうださ、出さんな、普通ほんまに初めてやな、初めてったってほんまに初めてやな。なんてこういうとこでないもんな、四国にはこういうとこないっちゅれあるけんど、やっぱりこういうとこでは釣らんな、やっぱり磯か、こういうとこだ、だいたいイカダ浮かんどうで、大変磯か、イカダかなあ、こういうとこはこれは磯っちゅう感じせんもんな、なんかしら渚釣りに近いような感じ、うん、まあね、頑張った、グレーじゃはて、グレーじゃ、
うれ。釣り始めておよそ3時間、松田さんの隣にポイントを取っていた田中さんに待望のチヌがヒット。やはり駆け上がりの際で食ってきた対馬第1号のチヌである。浅場のせいか予想以上に横走りが強く、道糸をぐんぐん引っ張っていく。ロープはないが、そこは流気が激しく、取り込みは細心の注意がいる。魚の動きに合わせた竿さばきも当然必要だが、時には強引に止めることも大切。このやり取りも対馬のチヌ釣りの醍醐味の一つだ。対馬の浅尾湾というのはですね、もう特有な釣り場でして、背後が必ず山になって、それからストンと落ち込んでなだらかな岩場がだいたい10メーターか20メーター続き、それから水深がもう0メーターからだいたい竿1本から2本ぐらい先までダラダラと落ち込んで、その先は急にドーンと落ち込んでるんですね。で、潮の緩慢によってポイントが、釣り場はもうだいたいほとんど同じのところ、その落ち込みばっかり狙うわけなんですけども、ただこういうふうに潮が満ちたり引いたりするもんですから、飛距離によって私の場合はほとんど浮きとか仕掛けをちょっと変えていくことがあります。で、近い場合はやはりそれなりに軽い浮きでいいでしょうけども、今日は今もう満潮いっぱいになりましたので、ちょっと重たい浮きを使って、やはりとにかくその落ち込みまで飛ばすための仕掛けっていうんでしょうかね、それを私の場合メインしてます。そして一応チヌでもハリスは深瀬をメインとしながらですね、状況に応じてガン玉を前後させてやってます。今日最初の1匹目はハリスの真ん中にガン玉を落とした時に1枚来まして、2枚目のやつはちょっと餌取りが多くなって、今度はガン玉をですね、針の上5センチぐらいまでにポンと上げたという、このぐらいのところにやって1枚来ましたけども、だいたいそのようにしてちょっとこうガン玉でちょっと左右は前後はさせるんですけども、平均的にはだいたい深瀬がメインで私の場合やってます。で、仕掛けそのものはそういうふうにして割と深瀬って言うんでしょうかね、ただハレスが2広ぐらいでしょうか。で、今ちょっと風が出てきて向かい風になりましたから、ちょっとちっちゃな水中器を使ったりしてるときはあります。だいたいハリスはですね、ここで特有みんなが呼んでるビッグママっていうでかいやつやるときはだいたい2号ぐらいのハリスを使うんですけども、だいたい 1.5 号が一番食いがいいようですね。だいたいそれの2広がアベレージです。で、誘導部分がだいたい1メーターから1広ぐらいですね、そのぐらいでしょうか、誘導部分が。対馬釣行数十回というベテラン田中さんが、まず揚げ7部の地合いに2匹のチヌを支柱にした。やはり回遊しているチヌをいかに足止めするかが釣果を大きく左右するようだ。満潮、釣り座は水面下に沈み、駆け上がりも遠くなり一服状態。あとは夕方の下げの地合いに期待がかけられた。こんなとこ初めてやな。北の方からみんなずっといたんやけどな。今初めてやな、とにかく。だいたい見られたらびっくりされるですね。こんなとこで。だいたいどうかさ、気分壊せか差を出されないかとおられるもんね。じーっと座って見てられるかとか。あんまり面白くないやな、思ってるけどね。磯釣りってイメージは全くないな。ほんまにないな。実際こういうとこは実際は奇襲釣りの方がええんかわからんと思うよ。そうですね。だから何もつこで投げて、全くの奇襲釣りやった方が多分わしはええと思う。なお大取るところだな、この釣り方は。全くそうですね。だから浮きだこいうのが一時流行りつつあるんですけどね。まあ、あえて僕はそこまでして釣ってほしないなという気持ちもあるんですけど、まだ薪を打って足止めして本当のその投げ場のチヌ釣りがされるところですからね。結局ヨーガルケンやろな。そうなんです。それとも魚も擦れるでしょ。どっちかといえばその釣り方によっては女子供でもチヌが釣れる釣り場ですからね。それだけにやっぱもっと大事にしたいんで。
安全なのがええのよね、ここはね。ここの特徴としてね、この魚かけたら分かる。ちょっと走り方が尋常じゃないですよ。いや、これ見よっと先見よったんやけどな、いっぺんボコンと浮いたやつがもういっぺんズボーッと行けたら、ちょっときついかも分からない。はい、それと、この湾内にしてはね、割と走りがいい。いや、これが本能な、そんなところなら、ね、よたよたしてるの。あの沖の島でやった時もほうで、やっぱり足元行けからやな。なんて向こうの方でかけて手前まで連れてきてるやつを足元行くからまた潜るんやね。まあ言うたらグレみたいなアイゴみたいな感じの仕方するけど、これはやっぱりここだけでなしに、どう肩がある程度いちゃほう波にちゃうかな。うん、でもやっぱりわしやにましたらチムはどこ行ってもチムやろうし、あれほの極端にごっついさ、うん、なんかこれね、今は一発で50は引き出すけどね。ここでもそういう見たことあるって言うんですか。この担保は多いですよ、はい、これとその向こうの担保ですね。だいぶこうね、勝負するんですよ、もう出すなと思ってですね、もう触るだけで何とかやるけど、うわっって言った時はバッてやるんですけど、ラジャーよかったなぁと思ったんですよ。なかなか難しいね、うん、あれはね。そうですね、割り返すのは強いのだった、確かに、うん、普通やればやつ、ほんのほんでもやっぱり大きいやつはよう似とんな。もう50越したらやっぱある程度、うんうん、もう強いなし、逆に60になったらもう一つ強いなし、今度はなんていうかね、どしっどしっと身が乗るから感じだね。重いな、うわっ重いな、最後こう頭パーンと振った時やったら袋がごとすぎるもんね。おそらく肩でこんなことはされない、腹にそこを持ってないと無理ですよ、僕だったら。腹に手が戻されるんやけどガンガンって今日はどうやろうかな、夕方になって濁りが出たらなんか来そうな感じがするね。るまた夕方だろうと思って、どうしたらチャンスがあるのはね。一発、今の何何も釣れんけん。タイじゃない。一発もクソもない、夢もないよ。なもんは小さいやつ2、3匹釣ってから夢ができるんだって。油断耐えてくやつ。そう。まさめじが釣り出したらまたこれ手につけられるんですよ、これ。油断耐えてくやつ。夢が乗らってきた。満潮、各自の釣り座は水面下に沈み、ポイントはより遠くなった。松田さんは二広の固定で駆け上がりを攻めるが、チヌの当たりはなく、食ってくるのはグレばかり。誰もチヌを釣っていなければ仕方がないで済まされるが、田中さんが三匹かけただけに、自分自身に納得がいかない松田さん。チヌはいる。それをどう釣るか。本来初めての釣り場も苦にしない松田さんだが、今回ばかりは手こずっている様子。しかし、ある程度の答えは見つけたようだ。明日から、明日は朝からちょっと考えを変えてやるけん。大体分かったわ。魚釣れんけんの大体分かったわ。サゲの地合いはチヌの当たりもなく、結局田中さんの3匹という結果に終わった。残る最終日、どのように釣り方を組み立てるのか。わし血ぬ用途なんだけど、今日坊主にせんとや、坊主になるやん。明日用途なんだ、眉毛も剃らないから、どうしよう、家いねえことだ。餌取り対策、そして回遊する絹を足止めするポイント作り、この2点を考えた攻略法が大切な要素となった。2日間餌取りの小沢で悩まされた結果、狙うポイントは水温の少しでも低い餌取りの少ないところ。全員でポイント選びを協議し、中村さんが最終部に選んだのは湾の奥にある台賀和田浦であった。天候は曇り、時折雨が降りそうな絹日和となった。ポイントは真珠いかだが岸と平行に並び、左に向かって細長い湾を作っている。岬は小さく、
平らな岩が突き出したような形で足場は低い。松田さんはこの先端部に目をつけ、上げの地合いに勝負をかけた。釣り方の組み立ては完全につかめた様子で、朝から一段と気合が入っている。狙うポイントは駆け上がり。田中さんが昨日釣ったチヌは見えたという結果から、浮き下は2キロの固定、完全深瀬で遠投をかけ、駆け上がりの手前まで引っ張ってくるという答えを引き出していた。うん、昨日は早から分かっとったんやけどな、もうこの時下げに潮が下げに入っとったけん、この方が多分ええだろうと。このどういうほんでこう潮5巻分だけこうふかしてじわーっとこう、こう今止まって道具がピューッときれいになじんだら、またちょっとずつ引っ張っていくんやな。手前手前こう筋に餌巻いとるやつに対して、向こうからじわじわじわ引っ張っていこうなけん、潮が一気よったらこう勝手に動くけんど、ほうでないけん引っ張り込んでいくんやけどな、じわ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 。で広い範囲っていうのかな、うん、結局なけん潮の動かん分だけこう浮きを動かすんかな。この巻き餌に対して合わせて引っ張っていくんかな。サバがおらんけ、これサバがおったらこれでけんのよな。小サバがおったらこうやったら一発で取られるけん、逆に。ほんでやっぱりこう全然ないところより駆け上がりの方がええみたいな。ないや昨日から本物取ったんやけど、昨日も桑なんだけん、朝の道の時に掘れようせんかったけん、潮がある程度こう走ってこうこのどどっ潮の下におるとか、こういうやつをこうこの潮に合わせてこう連れてくるような釣り方とちゃうでな。こう餌巻いて流れ見て、ほんでどっかへこう寄せるっていうことができるような釣りとちゃうけん、こういっちも取らんけん。だけどこの早うに引っ張るか遅うに引っ張るかの速度にもよるんやけどな、もう絶対有利じゃな。ちょっと向こう目から掘って釣るんを手前で釣るような形で、ちょっとゆっくりゆっくり時間かけて引っ張り込んだ方がええみたいなけど。2日間悩みながら松田さんはいろいろな仕掛けや攻め方を試し、釣り場に合わせたパターンを見つけた。さすが自分の読みが的中した時の一匹は喜びもひとしお、やっと肩の荷が下りたようだ。釣り場、ポイント、テクニック、タックル、この一つ一つを真剣に考え、状況に合わせた釣りパターンを見つけた松田さんにはさすがにお手上げ。連続のヒットで揚げ潮の地合いは彼の一人舞台となった。走る方向で一遍これをこう糸をこうそのままブーンと出すとこうちょっと加速がつくけん、ブーンと出すのをできるだけ控えてギューッとこれでまあついていくんやけど、ほんでついていて少しこう速度が遅になっていくわけ、こうブレーキをかけていて、ほんでこの時にもう遅になった時に逆にこうギョボーッと引っ張ってしまうんやけど、ほんだらこう一挙ってまあ加速がついてないけんこっち向かなしゃあないけど、でこっち向いたが最後向きに引っ張るんやな。こう巻くとこうショックがいくし緩むんじゃん、どうしても。だけど方でなしにあの巻くっていう頭持たんね、引っ張るだけ向きに引っ張ってしまうと、ほんですぐに巻こうと思ったら今度巻く時にどうしてもこう緩むでしょ、踊るでしょ。でこの時に確実にこう引っ張られて向こうとするけん、ちょっと止めてしまう、こう、ま、リールに手持っていかんと。ほんで止めといてから次はあの実際あの多分こんなこと言うとまあいつもの釣り方とちゃうんで、まあ細い糸たらおかしいけど、まあ昨日やったような状態でだいたい08とか1輪をかけた時っていうのは、まあ、もうちょっと慎重になるけど、たまたまあれは糸が1半って言ったやけん、この竿をへっしょれても切れんだろうっていう方もある程度もっと高い。ただ一番怖いのはこっちが引っ張っとる時と向こうが引っ張っとる時に、手ぐ自体を全部伸びきってしまった時にポコンと振られたら、やっぱり体重があるけんポンと飛ぶけん、これだけ気ぃつけとったら、あとはこっち向きゃなんぼ引っ張ったって竿を折れるまでは切れへんのはっていう頭があるけん、まあ引っ張れやけど。いけよな。ハリス、竿の限界ギリギリのところでチヌと渡り合う松田さん、強引とも見える竿さばきはやはりタックルバランスを知り尽くした名手のなせる技といえる。
今日はポイントも近いですし、それから棚も水温も22、3度ありそうですので、かなり打てるだろうということで、今日は三段浮きの仕掛けでやってみたいと思います。ハリスは約2キロで深瀬状にしまして、あと飛ばし斜めの極小を下に、つけましてね、だいたい最初の間が20センチぐらい、あと15センチぐらいの間隔でありまして、ミニと S とちっちゃいやつを三段でやってみたいと思います。これがまあ水中浮き兼飛ばし浮きっていうんでしょうか、完全に水の中に入りまして、これが餌がなくなると浮かず沈まずに調節しておりまして、こいつが当たり浮きということになります。だいたい間隔はこのぐらいでやって、いきたいと思いますけども、岬の先端で連続チヌを取り込んだ松田さんに続いて、3連の固定浮きで攻めていた田中さんの浮きが消し込んだ。張りがかりしたチヌは一気に真珠棚の方へ走る。強引に止めなければ先手を取られ、チヌにあしらわれてしまう。海底には数本のロープが張り巡らされ、わずかな油断がバラシの原因となる。知り尽くしたポイントでもやっぱり取り込みは慎重だ。潮の地合いでは、岬の先端にポイントを取った松田さんが5匹、一番奥に入った田中さんが2匹、いずれも両サイドに当たりが集中した。今日ここでですね、二段浮きを使うのは、足元の這わせ釣りです。これ二段浮きというのは、1個はですね、1つは下の浮きは必ず集中に45度ぐらいの角度で沈めます。これは糸立ちが分かるのと、それから魚の前触れをこう取るのに非常に便利な仕掛けだと思ってます。で、2つありますけどですね、1つの浮力は完全に殺しますので、浮力自体はですね、そんなに気になるものではありません。これは水中機を使った仕掛けとはまた違います。これ完全に足元のですね、壁に仕掛けを這わせて釣るという、まあ流すのにも非常に便利なところありますけど、ちょっと水中機を使った仕掛けとは違います。満潮いっぱい、釣り座は狭くなり、4人が並んで竿を出す。昼過ぎには小雨が降り始め、下げの地合いも期待が持てそうな天候となった。本来なら高園さんが入ったポイントが本命になるのだが、両サイドの巻き餌でポイントは完全に潰されてしまった。同じポイントを4人が攻めたとき、やはり真ん中に入った釣り人は不利なようだ。しかしそこはベテラン同士、人の巻き餌を利用して
高園さんがまず竿を曲げた。今回世話役を引き受けてくれた中村さんは全国を釣り歩き、この対馬に住み着いたユニークな釣り人である。大阪を出て16年目になりますかね。最初釣りがしたくて九州へ渡ってきて、で7年前に対馬に釣りに来たんですよ。それでこの真珠見てもらったとおり、真珠養殖の中の海藻寺の船に浮いてくる巨大な稚魚を見てから、このそいつを釣りたなってもう7年経っとるわけですね。それでまあ対馬の魅力っていうのは、こう見てもらった通り、池みたいな中で70センチクラスの稚魚がやっぱり見え隠れして泳ぐと、で端度出てくるやつが50センチクラスというので、まあとりあえずここを攻めようというので住み着きました。まあそれまでに後藤も行きましたし、男女も行きましたし、それから好きなところで屋久島とかいろいろ行ったんですけどね、まあ、ここほどショックを受けたというか、その超大物がこんだけおるところいうのはもう初めてやったですね。それでまあ対馬の紹介ですけど、こうずっと見てもらった通り、こう入り組んだワンドの中でそのわずかな潮差しと時間とを狙って大きいやつを釣るという難しいところと、そのロープ真珠いかだのロープ関係を交わして釣るという、その難しさが面白くてやっぱりやってます。それでまあ縁があって、友達関係からこの対馬の阿蘇湾の中で魚が釣りたいと、釣れるとこを案内してくれということで、今回瀬渡し業を始めたんです。でここで気をつけないかんのは、担保に入ってる引きロープ、ここを全部引きロープと言うんですけどですね、養殖業者が通るためにロープを一旦大きい重りで石で抱かせて沈めて、そこから1メーターぐらいのところで浮いてるんですよ。だから糸を出した場合、この引きロープ、山から取ってるロープの場合はいいですけど、そこらにあるみたいにその岩の根に取ってるやつですね、これはものすごく気をつけないかんところです。だからこれをかわす竿さばきがいるっていうことですね。だから松田さんらがようやられる竿を全く水の中で逆さまにしてしまうという形の取り込みの方法がベストと思います。チヌはいる。しかも平均50センチクラスというスケールの大きい巨チヌ、これをどう食わせるか。阿蘇湾のチヌ攻略はポイント選定と状況に合わせた釣り方がキーポイントとなった。最終日、4人で11匹のチヌを取り込み、全員バラシなしというほぼ満足できる釣果で終了した。そうですね、自分が対馬に来るのはやっぱり、まあのんびり釣られる割にはその大きい魚が来るということですね。
まあ、先ほどの松田さんの話のあれじゃないですけど、結局一匹の稚魚がもう非常にその大きく育つ要因が持っとるというところですね。まあ縄張りは広く持ってるし、餌場はたっぷりあるし、それがまあ試験になっても差を出せると。ですからもう自分たちはあのとにかく何て言いますかね、稚魚釣りはのんびりやりたいという気持ちがある中で、その中でやっぱり一匹その必ずその60センチオーバー70センチオーバー狙いたいというのがあって対馬に来てるんですけどね。やっぱりこうここにおるとこう何ですかね、本当に慌てんで、まあ、人間らしい釣りができるみたいなとこあってですね、非常に好きなんですけどね。あの釣りっていうのは本来その観客のあるあのスポーツというかね、スポーツは観客のあるその楽しみだろうけど、釣りの場合はほとんどの場合はこう、個人的なプレーというんでしょうか、そんなところがまあ他の釣り場にない、いつ来てもその観光鳥が鳴いてるというかね、どこにでも上がり放題というのがここの対馬の一番の魅力だし、それとまあ湾内に居着いたやつと外から西から入り込む、東から入り込むというその混在しとるというんでしょうかね、伊豆きのやつとね、そのところがやれるし、それから春夏秋冬それぞれが楽しめるし、それも九州人の好みであるそのデカバンが狙えるというのが私たちにとっても一番の魅力ですね。釣り場がそれと無数にあって、まあ私がおそらくここをしょっちゅう攻めても一生かかってもとても全部のところに上がりきれないほど湾と入り江、小さな島にこう恵まれている、非常に条件が、稚魚の生息するの非常に条件が恵まれているところじゃないかなと思って思うんですがね、そういったところが魅力あります。まあ、稚魚釣りっていうのは大体このハリス使うのが、まああのまあ、1.2 ぐらいが最高かな、今まで使ってきたのは。切っきょったら太いっていうか、まあ地元の人が太いんでないと取れんと言えんけど、これやっぱり太いにせんかったらいかんなと。ほんでまあ初めて大体この道糸自体が 1.5 号以上使えへんねんけどな、稚魚釣りの場合は。でも今回はもうやっぱり2号かけて、まあハリスは 1.5 号かけて、まあこういうまあひょっとしたらっていうんで臨んでみたんやけどね。確かにあのハラミ稚魚にしてはよう引くと思いますわ、あのここのやつが。なんかこのまあほんまの魚釣りの面白さっていうのは、まあ食わす問題と後のやり取りの問題で、あのやり取りに関しては多分これで、まあこういう池みたいなところであの普通の太平洋で釣るようにかけてボコッと浮いてしまうんだったら、おそらくもう一つ面白くないんやろと思うけど、だからまあこんだけ一番このゲームフィッシングに近い天然で近い状態を作ってくれるフィールドなんですよ、うん、障害物がいろいろある、はい、走るなクロスカントリーやっとるみたいなね、うん、谷越山越というのがその本当の魅力じゃないですかね。平面的なものと立体的な楽しみがあるというのかね。ロープというのは海面近くを走っているロープもあるし、そこの沈んでいるロープもあるわけよね。そういったことも想像しながら、浮きを流しかけたらさあどっちにかけてやろうとかね、いろいろそんなことを考えながらやれる、ゲーム性があるね、本当考えてよりはね、ここの釣り場というのはね。それともう一つ僕から言わせてもらうと、今回はちょっとそういうことがなかったんですけど、だいたい2号ハリスを引っ張りながら切っていくやつが出るんですよね、いつも何枚かやられるんですよ、そういう目に遭うんですよ。でまあ今回松田さんみたいな名手がこらえとるもんですからね、全部この僕が今まで来た中ではやっぱりトップクラスやなとさすがにと思ったのは、魚をあんだけ止め切るっていうのがですね、あれをするんならもうああいう釣りをされるんなら対馬の魚おらんようになるしね、あんな人だからあんまり松田さんには来てほしいなと思われて着実おらんようになるしね、ああいう釣り方されたらなかなかあそこまであのやっぱり釣り込んだ人には少ないですよね。でもものすごく勉強になりました今回そうですね、まあ自分がまあ一番こういうもう住み着いとるんですからね、一番近いと思うんですよみんなの中では。ただもうあれの姿を本当に見た時には常識で釣るその稚魚釣りの仕掛けじゃやっぱり無理と思ったですね。
それでまあ特別な日にちを選んで潮を選んで、そいつがやっぱよく浮く潮があるんですよ。ずっと東京取ったらでかその活性させる潮があるみたいなんですね。その時にもうそのガラッともう意識を変えて全然違う仕掛けでねやってみようと、思ってるんですよ。餌まで変えてしまって、うん、はい、で今のところその道具の何のかんのはちょっと教えたくないです。本当のこと言ってこれはもう悪いですけどね、これは極秘です。釣ったら後悔、はい、はい、釣ったら後悔します。困ったな、俺たち推測するしかないね。私は出ると思いますね。かなり私は至近距離にあるなと思って思いますけども私の場合はとにかく静かにやっぱり釣れる方がどうしても大きいですから警戒心が強いでですね、ちょっとこう他の方よりも普通数出るところとちょっと一発だけを狙うところちょっと多少ポイントが違うところがあるんですね。まあ道具をそれなりに揃え餌も用意し静かにまあ一日それがやってくるのを待つっていうんでしょうかね。ずっとおそらく気づいてないと思うんですよ。一日のうちのワンチャンスちょっと通り過ぎる時に待つ、それを私は期待して70センチは十分に私は可能性はあるな、至近距離にあるなと思っています。そうですね、やっぱり70センチのあま一つのね、もうチヌばっかり狙ってるのには夢ですからね。ただこのいろんなこう場所でその70センチクラスってまあある程度その友人やら何やらでこう確認は姿は確認してるんですけどね、ほとんど取れてないですね。まあ、まるっきり取れないというのがその対馬のね条件見てもらった通り、そのドープだイカダだと、それからもう非常にそのポイント的にその自分がその70センチをですね自分のこういい条件の場所に引っ張ってこれるやろうかと、最初からですね巻き絵にしてもなんで、その引っ張ってこれた時には勝算が出てくるやろうと思うんですね。でもしそのイカダの正面で、まあ、昨日の釣り場みたいな狭い場所で本当にやったらまあ負ける率が 99% 以上、まあ、100% 負けに近いかなというのはありますね。ですからもうある程度もう入念に下調べをして本当にその少々もし走られてもそのやり取りできる場所というのを、まあ、今目安にですね、まあ、ポイント選びをしてますけど、さっきからずっと話聞きよったらこうこの永遠にこうなんていうのかな、オッケー、この70センチという目標を持って釣りができるっていうのは羨ましいなという気持ちは思うけどな。わしや自身がまあ70を越したオナガグレを釣りたいっていうようなこうイメージと一緒ちゃうかな。そうですね。そうですね。そのイメージの世界でしょうね。やはり。対馬のチヌは予想以上にすごかった。ビッグママに出会えなかったが、その実力をまざまざと見せつけてくれた。阿蘇湾のチヌ釣りは荒磯というイメージにはほど遠いが、魚影の濃さは抜群。それに1年を通して竿が出せるのも魅力の一つ。対馬は我々釣り人を温かく迎え、その願いを決して裏切らない絹天国と言える。